はい、皆さんこんにちは。マリマリテップのこと、イシピーです。本日はあちらに見えます道の駅秋田港さん、東京タワーセリオンの入り口の前にあります牡蠣小屋しまちゃんさんというお店の前に来ています。はい、こちらの牡蠣小屋しまちゃんさんなんですけど、美味しいね、牡蠣料理をリーズナブルな価格でいただけるお店ってことで、2人とも、ね、気になってたんで、本日はね、早速それでは行きましょう。レッツゴー、レッツゴー。はい、こちらが牡蠣小屋しまちゃんさんの店内になります。店内にはテーブル席が5つほど用意されており、こちらで牡蠣料理をいただくことができます。営業時間はこちら。はい、それではメニューを見ていきましょう。生牡蠣はもちろん、牡蠣フライや牡蠣のチーズ焼きなどもございます。ビールと一緒にいただく牡蠣フライ、最高ですよね。親とセリの牡蠣揚げなんて珍しいものもあるんですね。牡蠣フライ丼も美味しそうです。ちなみにテイクアウトももちろん可能です。はい、それでは早速注文していきましょう。僕はまずはじめにこちらの牡蠣フライ丼を注文しました。熱々のご飯にタルタルソースとたくあん、そして大きな牡蠣フライを1、2、3個、仕上げにソースをかけて牡蠣フライ丼の完成です。はい、来ました。こちらが牡蠣フライ丼になります。大きな牡蠣フライが3つも。こちらの牡蠣は宮城県東松島市鳴瀬町で採れた出荷量が少ない貴重な牡蠣なんです。どんなお味か気になりますね。ちなみに牡蠣フライ丼には熱々のわかめスープもついてきますよ。それではいただいていきましょう。はい、ということで、じゃあ牡蠣小屋しまちゃんさんの牡蠣フライ丼いただきたいと思います。美味しそうだね。いただきます。はい、食べていきます。いただきます。ソースの甘さとタルタルの酸味がね、ジューシーな牡蠣フライの旨味をより引き立てて、ご飯がめちゃくちゃ進むように。牡蠣もビッグサイズでとても贅沢な丼となっております。最高に美味しいです。はい、続いて僕が注文したのはこちら、お店の一番人気の牡蠣フライ5個を注文しました。美味しそう。揚げたて熱々の牡蠣フライ5つで500円は安いですよね。冷めないうちに早速食べていきましょう。はい、ということで続いて僕が頼んだのはこちらの人気ナンバーワンメニュー、牡蠣フライ5個セットになります。これでね、500円ってもうめちゃくちゃ安いですよ。安すぎるよ、はい、これね、その安さの秘訣は、センさんが直接ね、宮城の松島の生産者さんまで直接行かれて直接買ってるっていうことで、このお安い価格で実現されてるってことで、早速いただいていきたいと思います。はい、いただきます。やっぱ美味しいでしょ。早いのよ。早いでしょ。食べてないからさすがにね。はい、いただきます。はい、めっちゃいい音だね。向こうがいいわ、本当に、ね、揚げたてのサクサクの衣の中に牡蠣の旨味がしっかりね、閉じ込められてるから、一口噛んだ瞬間、口の中いっぱいにね、牡蠣の旨味が広がる、そんな一品ですね。続いて僕はこちらのホタテのバター醤油焼きを注文しました。はい、来ました。ホタテにバター、醤油にネギ、もう多くを語る必要はないですね。それでは早速食べていきましょう。はい、続いてね、注文させていただきましたので食べていきたいと思います。はい、でも絶対美味しいでしょ。もう絶対美味しい。ホタテにバターと醤油ってさ、黄金の組み合わせ。黄金の組み合わせいただいていきたいと思います。はい、どうですか。うますぎです。やばいっすよ、これ。
ホタテにバターに醤油、まさに禁断の組み合わせだよね。バターのまろやかさに醤油の香ばしさがベストマッチして最高に美味しいです。ホタテも身が締まっててプリップリで、すごく食べ応えがあります。続いて最後に、僕はこちらの牡蠣のチーズ焼きを注文させていただきました。来ました。美味しそう。牡蠣の旨味を濃厚なチーズで閉じ込めた贅沢な一品。チーズと牡蠣、意外な組み合わせですが、お味はどうなんでしょうか。早速食べていきましょう。はい、ということで続きまして、こちらの牡蠣のチーズ焼きになります。これ見てください、これまずこの色ね、いい色ね、黄金に輝いてますね。これね、濃厚な牡蠣にさ、濃厚なチーズ、食べる前からね、ビジュアルだけでこの濃厚さが伝わってくるような、そんな見た目ですね。早速食べていきたいと思います。はい、うわー、ちょっと待って、贅沢すぎんのよ。でかい、贅沢すぎる。いただきます。はい、濃厚×濃厚、クリーミー×クリーミーな、まさに感じのある組み合わせだと思います。プリプリの牡蠣にチーズがよく絡んで、めちゃくちゃ美味しいです。はい、ということでこちら美味しくいただきましたので、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、ということで本日美味しい牡蠣をいただきました。牡蠣小屋しまちゃんさんの店主さんの島田さんに最後一言メッセージをいただけるということなので、お願いいたします。はい、当店の牡蠣は松島の鳴瀬地区というところの牡蠣を使用しております。他の地域に比べて若干小ぶりではあるんですけど、食の上の旨味が詰まった美味しい牡蠣となっておりますので、ぜひお越しください。ありがとうございます。はい、ということで本日ね、美味しい牡蠣を提供していただきました牡蠣小屋しまちゃん、しまさんでした。本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。ごちそうさまでした。ありがとうございます。はい、ということで帰ってきました。帰ってきました。牡蠣小屋しまちゃんさんのめちゃくちゃ美味しかったよね。そうだね、美味しいのはもちろんなんだけど、道の駅でリーズナブルな価格で手軽に美味しい牡蠣料理をいただけるっていうのもすごい嬉しいことだと思うし、牡蠣好きの方にはね、ぜひ一度足を運んでほしいなって思うお店だったよ ね、うん、店主さんの島田さんも気さくな方で、今回ね撮影をお願いした際にも快く貸してくださいました。快く受け入れてくれた優しい方だったよね。めちゃくちゃいい人だった、うん。それにね、店主の島田さんはね、もともと東日本大震災の復興支援を目的として東北の海産物の販売を始められたそうで、あちらの牡蠣小屋で扱っているね、牡蠣も島田さんがご自身で秋田と宮城をね、多い時には週3もね往復して生産者さんから直接仕入れているそうで、そういったところからも店主の島田さんのね、優しさであったり人柄の良さがすごい伝わってくるし、なんかそんなお店だからこそさ、もっとより多くの人に知ってもらいたいなって、そういう風に思える。そうだね、宮城の牡蠣のシーズンの都合上、2023年の4月2日までの営業となっておりますので、ぜひ牡蠣好きの方や食べてみたいなって方は一度足を運んでみていただけたら嬉しいです。嬉しいです。はい、ということでこの度撮影にご協力、この度撮影にご協力いただきました店主の島田さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。概要欄の方にお店の SNS 貼っておきますので、ぜひチェックの方お願いいたします。お願いします。ということで今回の動画は以上になります。皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。もしよろしければ高評価とね、チャンネル登録していただければ一緒にとまた喜びますんで、ぜひお願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。それではバイバイ。忘れちゃった。バイバイ。